すまない、くすぐったかったか <laughs> ああ、おはよう、小さな迷い人。<laughs> まったく、私の尻尾の寝心地は良かったか <laughs> ああ、そうだろうな。 この世にこんなにいい寝床はそうそうないからなもう起きるのか <laughs> 分かったあと少しだけだぞ <laughs> 約束なのだから仕方ないだろうお前がこれ以上ここにいてしまったら もう二度と外の世界は出られないそんな顔はするなお前月に何度来てると思っている毎日はよせと言っただろう <laughs> まあいいさこの子たちも喜んでいるからな 木々たちは笑っているよ風たちはそうだなうんもう少し遊んでほしいそうだなダメだ今日は私の相手をしてくれるんだろおとなしく包まれている <laughs> モフモフね よかったよお前のお気に召したようで温かいかお前親は何て言ってるここに来ることをだ一度迷い込んで生死をさまよったお前が 何度も何度もここに訪れている。何も言わないわけないだろうお。お前まさか、何も言わず出てきてるのか。こらこっちを向け。なあ、少しな、怒っている。何度も言っているが、ここは一歩間違えれば。 死に近づいてしまう境界線だそれを守るのが私の役目一度迷い込んだお前を救ってからなぜか好かれてしまったからないや嫌だったらこんなことはしていないだろう。そんなに寂しそうな声を出すな いやお前がこちらを向いてくれないからな小さな耳を触っている人間とは不思議なものだこんなに小さい耳で音を拾っているのかバカを言え 私の大きな耳を見ろ動かすこともできるんだぞほらすごいだろおい気は済んだかまったく 謝るんだったら最初から触るなそんな顔もするな嫌ではなかったうんあいつらも触ってほしいとのことだ <laughs> 触ってみるかああ お前が望めばすべて叶うこいつらはそう言ってる困ったやつらだお前が来ると言うことは聞かなくなる <laughs> いいさ私も今お前の思い通りに動いているのだから。 この姿、人間のお前に近いだろうほう美しいかそれはお前が望んでいる姿だからだろううん簡単に言うと私には本来の姿がない だから、お前が理想とする姿になっているだけだ <laughs> 偽物ではないよ実在しているだから存分に触れ <laughs> 私にもわからない 私はこの木々のように舞えないし風のようにいたずらもできない存在だった何もないんだよ私にはだがお前のようにこうやって歩くこともできるしお前に声をかけることも触ることもできる とてもいい感触だ <laughs> もっと触ってください <laughs> 純粋なのか素直なのかお前は危険だなどうにかなってしまいそうだ考えたこともない思考を 呼び寄せる温かいかそうか私にはぬくもりがあったんだな人間の体温も全て再現できているこれがお前がいつも感じている ぬくもりというやつか存分に触れと言ったのはお前だ何だ焦ってああもう時間かお前たちへ送ってやれ 私はダメだこの教会を出たら全てなくなってしまうだからお前の気が向いた時にまだ来い相手をしてやろうああいつまでも待っているさだがお前の意思で来い 寿命が来てお前が私のことを覚えていたのであれば一生を共にできる <laughs> 嘘など言えないさ私は待っているよ小さな迷い子。